麻雀遊戯王、麻雀遊戯クイズ。さあ、プロ雀士の方の思考力と記憶力を検証していこうという企画です。こんにちは、イピンくんです。マリチュー方、長澤まりなです。よろしくお願いしま す。さあ、そして今回も検証にお付き合いいただくのは中林健プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、ちょっとクイズが連発しておりますが、今回もですね、中林さんとクイズ企画を行いたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そんなクイズ企画を行う前にちょっとマリチューさんにお聞きしたいんですけども、はい、中林さんのチャームポイントというとどこでしょうか。セクシーな唇じゃないですか。そうですよね。やっぱりね、中林さんといえば唇ですよね。可愛、うん、ね、らしいです。この唇をね、結構特徴的にね、漫画で描かれているのもね、よくあったりもするじゃないですか、うんうんうん、となってくるとやっぱ中林さんのことですから、自分の唇がチャームポイントだともよく分かってますし、その分他にライバルがいないかということで、他の男子の唇をよく見てるはずなんですライバル、そこで、こいつはこんな唇だと。そこ、うん、じゃあ俺の敵じゃねえ、あいつはどんな唇だということで、結構ね、唇をね、自分の特徴的なところを見ると思うんですよ。マリチューさんだって結構胸の大きい方見るじゃん。ああ、めっちゃ見るかも。一緒です、一緒です。確かに。あ、一緒一緒胸の大きい方は胸の大きい人を見る。なるほどね。唇がチャームポイントの方は人の唇を見るんです。あ、この人やるなっていう人、岡田紗友香さんぐらいしか思いつかないですけどね。プルンプルンね。あ、なるほどなるほど。確かに岡田さんも特徴的ですよ、ね、うん、でしたよ。なので今回は、まあ、ちょっと岡田さんは出てこないですけれども、いろんなね、唇が特徴的だなと思うプロ雀士の方も結構集めましたので、その唇の画像だけを出します。唇があるので画像だけを出します。その時に、あ、この唇は誰々プロ中林さんが正確に答えられるかに挑戦していただきます。なるほど、はい、女性ってことですよね。いや、出さないです、女性は。女性はみんな見てるじゃないですか。女性の唇は見るじゃないですか。確かに ね、いろんな方見るじゃないですか。だから基本的にイーピンクはおじさんばっかと思ってます。おじさんの口元周りずっと見るってことですか。そうです。だから今日はただただおじさんの唇を見る動画です。おじさんの唇動画。視聴者っていいの？絶対オカピの見れると思っとるやん。そうですよ、今もう止めてますよ動画。ちょっと待ってください。いや、でも嘘は言えないですね。岡田さん、高宮さん、出ません。出ません。おじさん、おじさん動画です今日は。なるほど、ね、だからこそ逆に見てほしい。そうです。中林を超える人がいるかもしれない、いるかもしれないですから。そして、そんなね、男性プロ雀士の唇ですら、中林さんは答えられてしまうというところを、今回は実証していただきたいと思います。もちろんね、マリチューさんも一緒に考えていただいて、はい、マリチューさんが分かったら、もう全然答えていただけたら、もしかしたら唇王の座は、マリチューさんになるかもしれないですからね。ウィキペディア乗るぞ。そうです。将来唇を目指して頑張ってください。はい、麻雀遊戯王。さあ、それでは、お一人目いきましょう。お一人目はこんな方です。ドン。さあ、この唇は誰でしょうか。誰だよ、わかるわかるわ。特徴で言うとね、こうキュッキュッとしてるのがね、いい感じですよね。いや、誰だよ、わかるわけねえじゃん。そんなのデフリーカーとかそういうのだけとかじゃなくて、はいはい、もうプロ雀士って全体のあれですか。そうですね、デフリーカー、だけではございません。いや、でもちょっとヒントあるんですよ、はい、メイクはしてるんで、これ明らかに。なるほど、確かに毛穴を隠すファンデーションみたいなの塗ってあるんで、はい、眠リーガーだと思うんですよね。シブカさんとかっぽくないですか。あー、渋か。あ、でも渋っぽいぞ。ちょっとそう見えません。あ、でもちょっと待って、でもちょっと待って、遠目でちょっと顔のパーツを思い出したい。確かに、ここで合わせない。へぇー、どなたでしょうか。あ、でも渋川さんじゃないかも。え、渋川さんですかね。いや、わかんない。かも。いや、俺渋だと思うわ。おぉ、なるほど、うん、この微笑み方も渋っぽいし。なるほど、中林さんは渋川さんだと思う。マリチューさんも渋川さんでいいですか。まあ、最初直感は渋川さんっぽいって思っちゃったんで。わかりました。じゃあこれの場合、渋川さんだった場合、両方とも1ポイント。はい、正解はこの方です。ドン。わー、鈴木ゆうこでした。全然ちゃう。一番似てるじゃないですか。鈴木ゆうこ。わー、隣で似てるはずなのに。唇見ないでしょう。でも鈴木ゆうさんだと思って見ると、意外と鈴木ゆうさんって感じしますよね。確かに確かに、しますよね。確かに、そういうことです。あー、なるほどね。メイクしてるけど、Mリーグだとリップも塗ってるんだけど、これ塗ってないっすな。ですね、そういう罠もあるのか。ね、まあ、基本こういったお写真だと思ってください。さあ、それでは続いての方いきましょう。続いてはこちらの方です。ドン。わあ、誰だ。誰だよ。唇の左下にほくろ。大ヒントですね、これも。大ヒントだ。あれ、ほくろだろ、これ。これニキビではなさそうですね。え、じゃあこれですよね。はい、でもこれもね、見ると、ああ、そうかって思うんですよ。結構ピンクですね、色が。そうですね。で、メイクはこれは知ってなさそうな。ファンデーション感はないですね。みんな知ってるプロってことですよね。そうですね。基準としましては、マリチューさんも分かるプロジェクションの方、
ちょっと全然わかんないんだけどこれ。あ、そうかと思いますよ。セクシーな唇ですね、なんかね、富士山型の。ね、セクシーな唇。キュッと上がってるもんな。まあ、誰だ？セクシー男子。俺よりは分厚くないと。そうですね。確かにちょっと松ヶ瀬さんっぽく見えるんだけど、違う？なるほど。違いますかね。いや、松ヶ瀬ひげ生えてるからね。ああ、そっか、全然違うわ。難しい。いや、直感は坂本昌也さんだったんですよ。ああ、なるほど。マリチューさんがそんな知らないと思う。あんまり認識ないですね、はい。誰だよ。分かんないよ。でも俺の近くにいる人でしょ。誰だよ。教会あたりですかね。範疇で言うといろんな放送大局とかを見てミンクは探っているので、だから M リーガーの方であるとか最強戦に出場されている方とか、そういった中から取り入れてます。荒井慶文だ。荒井慶文さん、はい、マリチューさんは分かんないです。あ、これはちょっとさすがに難しい、はい、見てみましょう。正解はこちらです。イネコウヘイさんでした。セクシージャンシー、セクシージャンシーですよ。すごい見ちゃったうわー、イネさんか。マリチューさんいいとこってもついてました。セクシージャンシーですか。セクシー、イネコウヘイさんセクシーですよね。スーツもカテカテですよね。やらしい色だよ。やらしいスーツ着やがって。大宮のホストみたいな。大宮ナンバーワン。じゃあどんどん行きましょう。続いての方はこちらです。ドン。あー、分かった。あれ、2人ひらめいた。2人ともひらめきました。じゃあこれはセーブ行きましょう。セーブ。せーの、大輔さん。ほんと、これはもう、じゃあ見てみましょうか、はい、正解はこちらです。おーい。皆さん唇を掴んできましたね。分かってきた。さすが、だんだん楽しくなってきましたね。楽しかったね。やっぱおっさんしかねえ。ここに来て一番のおっさんを成功したわけですから、いろいろよかったね。綺麗なスーツ着て、そうですね、かっこいいな。鈴木大輔さんの口元、唇は特徴的なのが分かりますね、うん、なんか、はい、やっぱ違う、将棋だもんな。そう、ちゃんとすごいいい色のね、はい、ちょっと戻ってきてもらって、着こなされていますね。戻ってみてください。はい、戻りましょう。じゃあホストだ。やめてください。やめて、イネボーさんホストだと言うのやめてください。ホストだ。もう総合評価としてホストになっちゃう。ホストですね、唇を見てほしいです、今回は。さあ、じゃあ続いての方いきますよ。続いての方はこちらです。ドン。ダメだよ。これもね、言われるとあーって思いますね。あーってなるんだ。正解見るとあーって思いますね。ほんのちょっとだけ開いてるんですね。本当だ。ほんのちょっとだけ唇にちょっとほくろっぽいのがいっぱいあるな。あー、でも郷さんとかじゃないですか。いや、違うけどな。視聴者の皆さんもね、普段こんなにね、おじさんの唇見ることないですから、この機会にたっぷり見ていただきたいと思います。そうですね。分かったよ、ちょっと考えるのもイライラしてきたな。そうですね。いや、これ誰、ちょっと左向き。メイクはメイクしてますね。いや、ヒゲ隠してますもんね。イケメンの唇してますよ。イケメン分からんな。堀さんかな。堀さん、堀慎吾のような気もする。なるほど、堀さんですか。もうちょっとなんか横に広かったような気もする。堀さんがこういうノーマルな唇の形で写真撮られますかね。ノーマルじゃないですよ。ムッてしてるイメージあった、うん、結構へのじ口だったりするんじゃないかと。ね、ああ確かにね、言われてみると、うん、今までの傾向上宣材写真多いですもんね。そっかそっかそっか、そうですよね。宣材写真から想像すると、あ、誰だよ。お前誰だよ。誰だよ。まあでもひげはちょっと薄めの方だね。薄めですね。薄めですね。肌も多分白い方だった。わかんねえ。じゃあもう堀さんでいいですか。あ、近藤誠一さん。なるほど、近藤誠一さん。お、誰だ。石橋さん。石橋さん。石橋さんひげ生えてる。あ、生えてる。一応近藤さん、石橋さんということで、はい、正解見てみましょう。正解はこちらです。浅井隆さんでした。浅井さんでしたね。浅井さんか。浅井くんの唇こんなずっと見てたみたい。めちゃくちゃ見てました。視聴者の皆さんはね、はぁって思ったと思います。浅井さんね、おじさんって言うから、ちょっとね、はい、あ、すみません、ちょっと言い方語弊がありましたね。俺同い年ですからね。あ、そうなんですね、うん、いやでもね、凛々しい唇でございますよ。腹立つ。朗報です、はい、あと6人ぐらいいます。いやどんどん行きましょう。おお。続いての方はこちらです。ドン。あれ、リップ塗ってる。あれ、岡田さんじゃない。女の子っぽいですね。プルンとして可愛らしい唇してるわね、はい、あ、わかった。はい、白鳥。私も思いました。言ってますね。やっぱこういうなんか女性というか中性的なやっぱり見た目してるんで、白鳥だと思います。ね、リップ塗ってる意識の高さ。なるほど。わかりました。見てみましょう。正解はこちらです。すごい学年ものじゃん。素晴らしい。これもね、最強戦にね出場された時の格好ですね。素晴らしい。やっぱり白鳥さんの特徴的なんですね、唇は。男性でね見ると。うん。中性的なね。
この調子でいきましょう。続いても中性的なんでしょうか。こちらです。ドン。バチバチ男。すごい男じゃん。結構特徴的な唇だなと思うんですよね。萩原さんだと思う。萩原さん。なるほど。萩原さん。じゃないですか。ああ、言われてみたら。萩原さんか鈴木達也か。なるほど。萩原さんだと思うな。萩原さんに絞りました。はい。分かんないです。マリさんちょっとこれはもうちょっとわからないと。やっぱあのね、ひげに白髪も入ってるんですよね。だから結構年齢はいってる。なるほどなるほど。考えるとやっぱ萩原さんとか谷原さんとか40代後半とか50代くらいかな。なるほど、わ、はい、かりました。正解見てみましょう。正解はこちらです。バビーさんでした。あれ、ビッグリップバビーじゃないじゃん。これでもバビーさんの、そっか、でも唇だけだからか。そうなんです、確かに。はい、でも特徴的なんです、ほら。バビーさんか。大きいですね。誰だと思う？バビーさん出ると思ったんだけど、バビーが。はい、ここがなんか日が分かんないと難しいですね。そうなんです。唇単体だとね、確かにそうですね、この口元からいかに情報を得るかっていうところが重要かもしれないですね。踏まえて次行きましょう。続いてこちらです。あ、待って、これ見覚えある気がするらしい。 KJ だ。 KJ 勝間さん。はい、これは KJ じゃないか。いや、でも松ヶ瀬にも見えてきたな。さあ、 KJ か MG か。でも他いないですよね、この生やし方。ガセさんじゃないですか。いや、刑事だと思うな。なるほど、分かれました。森さんはガセさん、はい、そして中林さんは勝間さん。刑事、はい。さあ、答えが分かれましたが、どちらのが正解はこちらです。ドン。あー、ガセさんだ。松ガセさんでした。ということで、森さん1ポイント。綺麗な唇でした。そうですね、やっぱりアップにしてみるとピュアだなって思いますね。ピュアな唇ですよ、はいはい、意外とひげ薄いですね。うん、そうですね、伸ばしててこの量ってかなり薄いですよ、はい。俺の方が全然濃かった。あ、本当ですか。そんな濃くないんだね。バビーだよって急に来るバビー。ババさんいじりづらいですね。さあ、続いていきましょう。続いての方はこちらです。どうぞ。あっ、うわー、食べた。お、中林さんひらめいた。早い。直樹。瀬戸君の直樹。瀬戸さん、直樹だと思います、これは。なるほど、これは自信あり。キュートな唇、直樹。すごいキュートですね。なんか女の子が美容クリニックに持っていく写真ぐらいキュート。はい、キュート。なるほど、女子の憧れ唇。可愛い、めちゃくちゃ下唇もあって、はい、え、めっちゃ可愛いな。瀬戸熊さんの唇はこんなにも可愛いのか。瀬戸熊さんすごいだとしたら、いや、僕直樹だと思いますよ。直樹か。瀬戸熊さんにかけますか。僕は直樹に1票です。わかりました、はい、このキュートさは直樹だ。マリさんも直樹でいいですね。はい、直樹にします。わかりました。正解はケンジロー。あー、藤島ケンジローでした。かわいすぎる。ケンジローでした。普段ね、バスローブに目が行きがちなんですが、そうなんですよ。アップル閉めると唇がキュート。かわいい。キュートじゃない、ケンジロー。あ、でも確かに今見たらもうケンジローしか見えない。確かに、確かに。そうですね、全体見るとそうなりますよね。カノカマセクシー、唇がキュート、それが藤島ケンジローという。なんと、これで女を落としてきてるわけですね。そうですね、ダンディーですね。さあ、どんどん行きましょう。続いてはこちらの方です。どうぞ。はいはい、おっと、早かった。前原さん。前原さんか、はい、沢崎さん。周りで決めました。いや、でも前原さんのような気がするな。白くないですか。結構全体を作り出している。あ、確かに。口紅から全体を作り出している前原さん。前原さん、なるほど、前原さんで。じゃあ沢崎さんにしてみようかな。沢崎さん、終わりました。さあ、森地さん、沢崎さん、中村さん、前原さん、さあ、どちらなのか。正解はこちらです。前原さん。ラブリーですね。ラブリーですね。イブに持ってきました、はい。上の方が薄いですね。下の方がプルッてしてる感じ。そうですね。下がね、ちょっとプルッてしてね。何を鑑定してんだろう。本当ですよ。人生で初めてこんなに見た。この機会に皆さんもね、唇を見てはどうでしょうか。さあ、ということで、あと2問。多いな。さあ、続いていきましょう。続いてこちらです。どうぞ。はい。はい。そう、早かったと思います。早い。これ、久里さんじゃないですか。久里さん、なるほど。小さめですよね、久里さんって、うん。唇から顔をモンタージュしてください。唇、色ありましたっけ、久里さんって。久里さんの唇に色はなかったんじゃないか。口角めっちゃ可愛いですけど、猫みたい。俺やっぱり久里さんだな。久里さん。確かにない。さあ、まりじゅうさんも顔を作り出して。あと、ひげのね、取り方の粗さも久里さんっぽい。ちょっと洗い方だと思うんですね。あの、メイクさんに言い添ってもらったりもするんで。うん、綺麗ですね、この角口。久里さんだもんね。それは久里さんだから綺麗。ピュアなんだから。わかりました。中林さんは久里さん。むずい。それで見えるんですか。これで白い部分をなくして、顔を見よう。なるほど、なるほど。これ唇だけで見たときに、ね。わあ、難しい。もっとわかりづらくないかもしれない。久里さんにかけてみます、久里さん。なるほど。わかりました。お二人の久里さん、はい。ピュアな方でしょうということで、正解はこちらです。おたつ。おたつか。違う違う。
の違いでした。あー、いやおたつをね、あのメイクさんに髭剃ってもらう系ジャージだったよな。共通点がね、北斗さんと被ってましたね。いやー、ちょっとでも強め強めだな。北斗さんもっとピュアですからね、この人は。ピュアですね、よりピュアでございます。やっぱ唇にも現れてる感じがしますね、そのピュアさん、うん、さあ、ラスト1問です。ラストの方はこちらです。これもね、特徴的ですね。さあ、こちらはですね、今お二人も同点なので挙手制にします。挙手制にして正解した方が唇を勝利といたしましょう。はいはい、中林さん。藤崎さん。違います。藤崎さんではございません。藤崎さんではございません。回答権移ったんですね。だから回答権移りました。誰？マリチューさんも絶対にお会いしたことがある方でございます。絶対に？なんか見たことある気がするな、この顔。イラストとか見た感じでもやっぱり特徴的なんではないかなと思います、ね、イラスト見た感じ？はい、ね、イラストがね、時々あったりするんでちょっと確認してみますね。この形のイメージがあります。こういうことじゃないですか、ね、はい、この口の表情、形のイメージがあります。むずマジで、なんだろう、マジマジと見て。でも40は超えてそう。ねえ、ここら辺のヒゲのね、残り方。うわ、待って、マジで気になる。なんだろう、このヒゲのイメージもあるんです。ヒゲが残ってるイメージもありますね。武将ヒゲ。ずったんかな。浦上さん、違います。あ、違うか。ないですね。ヒゲが残ってそう。さあ、中林さんに移りました。プロですか？プロの方です。最強戦に出てるプロですよね。そうですね、まあ、最強戦に出てるプロ、そうですね。肌ツヤの感じは40超えてそうなんだよ。まあ、最強戦に出られてるというよりも最強戦の顔ではあると思います。はい、さあ、中林さん。金本さん。違います。金本さん違います。やだやだやだ、金本さんの唇そんな見たくないこれ上から見ても下から見ても唇に見えるなトリックアウトみたいな。あー、分かった。さあ、中林さん分かった。嘘。さあ、これでマリンチューさんが正解しなければ中林さんに移りますよ。分かっちゃいました。多分。さあ、これマリチューさん当てられなければ、マジで思いつかない。勝負が決まる、勝負が決まっちゃいます。いや違うか。いやでも多分この人だと思う。さあ、中林さんは唇からモンタージュが完成しているようですね。さあ、マリチューさん、あまりに考えすぎてグラドルとは思えない格好をしました。タカール絶対違うよね。大木さん。さあ、違う違う、あ、でもタカール。タカール違います。違うよね。さあ、釣りました。いいですか。さあ、中林さんお願いします。星野さん。星野さん。お、違います。あね、まあでも星野さんとか金本さんとか、まあそういうところはなんかいい感じに絞られているので。ああ、はい、梶本さん、梶本さん。梶本さん、違います。いやー、そこ攻めればいいわけじゃないか。違います。星野さんとか。でも一応プロであるよね。あ、プロです。さあ、中村さん、ひらめいた中村さん。日吉さん。違います。プロじゃない。日吉さんみたいと思う。でも、いや、ああ、勝った。えー、嘘。さすがに分かった。さすがに分かった。さすがに分かった。分かった、この口いるな。何そのアハ体験みたいな。いや、もうこうやって浮かんでもこの顔もついに完成した。ついに中村さん完成したみたいです。でもこれ、はい、もうこの人しかいない。さあ、ただ回答権マリチューさんでやります。本当に分かんない。え、私分かる人ですよね。分かる人です。マリチューさん分かる、絶対分かる人です。絶対分かる人です。はい、さあ、違ってます。マジで分かんない。また閉じて、また閉じて。そうそう。さあ、すごいですね。マリチューさん分かんないからって脇見せてまた見せてるんです。はい、大サービスだ。ギズ、ギズ、ギズ。今、なるほど。マージャーコラボ一回パスということで。さあ、中村さん映りました。中村さんお願いします。黒木さん。黒木さん正解。うわぁ、もう黒木さんじゃん。黒木さんだった。もう本当そうだね。そうだ、これ黒木さんを見てから見ると黒木さんしかないんだよ。黒木さんにしかないんだよ。どうも黒木さん。もう黒木さんにしか見えない。黒木さんですね。最強戦メンバー。最強戦メンバーで当たってたんだ。いやー、でもさすがやっぱね。いや、すごい。からプロジャージをこうモンタージュできる能力が素晴らしかった。中村さん、初代唇おめでとうございます。すごい。素晴らしい。いやー、ということでね、男性のね、プロ男子の唇だけでこんなに盛り上がれるんだっていうのが分かりましたね。二度とこの企画やらない。楽しかったじゃないですか。二人で大輔さんって言った時の感動忘れてた。忘れたんですか。あれ、良かったっすね。楽しかったですよね。楽しかったです。あんなに特徴的な人いないです。初めて見たもん。いや、本当に。パッて見た瞬間に大輔さんが。なりましたね、あれは。なりましたよね。なんかちょっと忘れた頃にね、またやろうと思いますので、しばらくね、期間を置くかもしれません。女性版はやります。
やりたいです。わかりました、はい、じゃあちょっと次回どうなるか皆さんお楽しみくださいということで、中村さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとですね、ちょっとオリジナルの唇クイズやりたくなったぞという方、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またね。